はい、こんにちは、スプラットエデンのめちゃんです。ということでね、今日はハッピードッキリ、ハッピードッキリね。やっぱりね、あんま人がね傷つくドッキリはね、あんまやりたくないからね、ハッピーでみんなマジかよみたいなね、面白いドッキリをしていただきます。ここね、バズリゾート、ど素人ホテル計画、赤字から黒字に変える計画みたいなね、みんなのねリアクション見てみてください。はい、金ちゃん、レイカちゃん、このホテルに来るとね、必ず金ちゃんが必ずいます、必ずいます。週7毎日じゃ変わんなくなる。2人のちょっとリアクションを見てもらいたい。 OK? 3 2 1 オープン。はい、おー、すごい、めっちゃいいよね。いいね、それ。え、すごい、めちゃめちゃいい。まあ、ネタこっちネタだけど、これね、いいよね、かわいい。おお、もくもさんの、もくもさん、いいね、めちゃくちゃやばい。これみんなで歩いてたらやばくない？え、かわいい、かわいい。沖縄の幸せカップルみたいな。おお、いい。ど素人さん、おお、もくもさん。めっちゃいい写真、この前撮ったやつだ。やばくない？これは喜ぶね。やばくない？これからユニフォームしてもらうしかないの。ほら、お、いい、あ、めっちゃいいじゃん、いいじゃん。めっちゃなんかやばいな、マジどういう状況なのか分かんないもん、これ。よし、じゃあ突撃しようか。あー、いいね、マジか、マジでノーアポだけど、ノーアポ行ってみようか。もくもさんね、連絡したらね、旦那さん仕事、奥さんね、熱具合悪いって。いやということでね、なんと、おー、なるほどね、さすがだね、どういうのか、あ、完璧じゃん、これで、うわ、賢い、無理だ、上がらない、ダメだ、ダメだ、上がらん、でも向けません、向けません。あー、惜しい。もうちょい。この機種じゃ無理。だってこいつ 199g だからね。なんと今日はド素人プロジェクト初のドッキリを仕掛けたいと思います。よっしゃ。今回のターゲットはドライフラワー部屋を施工しているもくもさん夫婦です。そして仕掛け人は私、そして主犯格はなんと宇宙部屋を制作しているエデンさんでございます。エデンさんはですね、実はちょっともう帰ってしまったんですけども、帰る前にですね、もくもラブラブ T シャツというものを作りまして、一緒にね、ドッキリをしようと思っていたんですね。まあ、粋な男ですよ、エデンさんは。で、ドッキリを仕掛けようと思っていたんですけど、ちょっと予定が甘くて、もくもさんたちに直接ドッキリができなかったので、ドッキリを託されたといった形です。そもそももくもラブラブ T シャツって何なのという方、今からそちらをお見せしたいと思います。こちらです。じゃん、じゃん、やばくないこれ。ということで、今ですね、もくも夫婦はドライフラワー部屋を施工中なので、一旦下でちょっと打ち合わせをしたいということで、下に下ろして、でその間に僕がね、これを持って行って部屋のあらゆるところにこう引っ掛けて、で、一回もくもさんたちを下から上に、ごめん、やっぱりちょっと打ち合わせドライフラワー部屋でやろうというふうに言って、上げた時にどんな反応をするのかっていうのを、撮っていきたいと思います。皆さんお楽しみにしていてください。ではちょっと行ってきます。設置完了しました。こんな感じで僕もラブラブ T シャツ設置いたしました。ここからね、撮影の方をしていきたいと思います。わぁ、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 何これ、何これ、マジか。はいはい、いろいろ考えたけどね。すごい、やばい、無理やり今下ろさせて、下ろさせて、そのやがってる。なんすかこれ。すごい、これで国際通り歩いてくれってことなんで。おー、マジでそれだけは勘弁して。
そう、そしたらもうこの広告としては完璧っすよ。これでまず3円とかさ、うん、行ってもらって近所の3円から。で、顔は本田さんの街中。確かに最高っすね、それで。やばい、もう一躍有名人ですよ、これで。やばいね、これ最高だな、これ。すごい、こんなん作ってくれてたんだ。早かったですよ。いつの間にって感じだよね。そうびっくりした。そうで、彼らも一枚自分のがあって、はい、で、一枚なんか僕にくれらしいんで、3枚もらいますよ。だから、家宝用が一つと、二着は国際通り歩く様子。やばい。そうありがとうございます。いや、いいですね、本当に。でもなんか僕はこういう部屋を超えたあの交流が生まれるっていうのは当初想定してなかったんで、僕的にはめっちゃ嬉しいですね。なんか悪く言ったらライバルみたいな形でもあるわけじゃないですか。だけどそういう感じが全くしなくて、全然気持ちも一味もなく、まあそうですよね。すごい楽しんでたよね。楽しかった、刺激しかなかった。本当に良かったです。なんでこれからはこれを着ていろいろデートだったり行ってもらえるということで。いびつなハンガーの掛け方ってのはどうしよう。これは僕のブランディング上なんだよ。急いでたの、バレないように。急いでたの。はい、そんな感じです。前の日にはすごい。じゃあ同じ感じでいきましょう。はい、3、2、1。あー、いいね。はい、じゃあエレンさん、今のやつをまた T シャツに変えてください。そしたらまた同じことしてくれるんで、この無限ループ、あなたが始めたんでやり続けます、こちらは。いいんだな、ど素人やるぞ、俺。キス、チューしてるとこの T シャツやっちゃうよ。エンドレスだよ、これ。どっちかが引くまでだよ。 OK、 第2弾 T シャツ今見たわ、俺。動画確認したの今何月よ。あのね、もらったのがね、8月の前なんだけどね、9月だよ今。9月動画でね、今確認して、お、作るぜっつってさ、今俺も8月忙しくてさ、ライジンの方頑張ってたからさ、確認したら今だよ。そうしたらなんか知らない間にチャレンジ聞けたよ。チャレンジかわかんねえけど、もう絶対ね、絶対後悔するよね。絶対後悔するよ。うわ、なんで T シャツ1枚目で終わらせなかったんだろうって、マジで後悔するよ。さあ2枚目ね、まあちょっといつになるか分かんないけど、どっかのタイミング